新年明けましておめでとうございます。はい、というわけで、新年一発目のアズラジが始まりました。はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。ということで、パーソナリティを務めますニコケのことレイナとニコケの響吉野です。はい、本日もワロップ放送局から生放送でお送りしております。そしてですね、本日もまるにちゃんからまずはイラストが届いてるので、そちらご紹介させていただきます。こちらでございます。新年らしい一枚になっております。なんかあの餅みたいになっております、ね、現実と大差がない感じでね、なっております。まるんちゃん、今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。そして第、ね、新年の1回目にふさわしい豪華なゲスト様が本日はお越しいただいております。はい、元シュガーの久美さんこと長澤久美子さんです。まあ、おめでとうございます。おめでとうございます。お願いします。よろしくお願いいたします。はい、年越しの瞬間何してましたか。はい、いや、年越しの瞬間はジャニーズ見てました。好きなんですか。好きな、もうそうですね、やっぱり一番元気になるよね。あ、今年もタッキー出てるみたいな。実はうちの犬がタッキー大好きで、ね、あのタッキー出るとうちの犬がテレビの前にわーって行くんですよ。タッキー出てるよとか言ったら、わーって、かわいい、2人でタッキー、ね、タッキーって言ってました。タッキー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 、そんな年越しをね過ごされたんです、はい、そうなんです。そのね、うんうん、お話を聞いたところでなんですが、はい、一度 CM をね、はい、ちょっと挟んじゃいますので、 CM ですね、早いんです、はい、そうなんです。ただ CM 明けまして、たくさんのお話を、はい、この久美さんに、もう豪華な方なので、はい、お話を聞いていただければと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。お願いします。画面の前の皆様も最後まで楽しんでてください。というわけで、一旦 CM に行きます。ラジじゃねえかよブラザー、一人じゃねえぞブラザー、ラジじゃねえかよブラザー、アズラジアズラジアズラジ。改めましてこんばんは、ニコゲのことレイナとニコゲの響吉野です。そして本日のゲスト、クミです。はい、クミです。弱くなっちゃう。大丈夫ですか。レイナレイナです。クミです。いやいや、いいんです、いいんです、わかりやすくてもうとてもいい声で、ね、落ち着いた、そう、落ち着いた、いい声の声で、そうですね、もう本当にね、お母さんよろしくみたいな感じですよね。よろしく、はい、言っておきます。そんなですね、久美さんをお迎えして、はい、ちょっとプロフィールを元にね、はい、お話を聞いていければと思います。はい、久美さんなんですけれども、元あのコーラスグループのシュガーとしてデビューをされたのがデビュー。そうですね、はい、私たちは3人で、はい、ミキ、久美、私と森久美さん、分かってるよっていう、そう、3人で、はい、やって、でも私たちは高校の時からの同級生で、私と森は中学の時からの同級生だった。あら、だ本当にね、もう中学の時からずっとアマチュアバンドで、すごい、そうなんです。組もうってなったきっかけとかって、組もうっていうか、中学の時にフォーク同好会っていうのを作ったんですね、私と森で。作ったんですね。そうそうそう、それで2人でこうオリジナル曲を作りながら、なんか学園祭で発表したりとかして、そう、そこからずっと、まあシュガーはデビューしてからなんですけど、その時はかりんとうっていう名前で。かわいい。なるほど、はい、かわいい。かわいくない、かりんとうって、あの食べるかりんとうじゃないんですよ。なんかあれですか、果物の方の。違います。あれ、果物の感じの、よくあの皆さん、まあ最近はないですけど、歩いてると電柱の横に乾燥したなんか犬の忘れ物みたいのが久美さん落ちていて、久美さん、それがあまりにもかりんとうっぽかったんで、あ、かりんとうだって思って。本当に、はい、私たちはスタッフさん笑ってる、美味しいかりんとうじゃないんですよ、あの犬の電柱の横の乾燥した、可愛くもなんともなかったですね。そう、もうその頃からもう割と、なんでしょ う, こう世の中をこう斜めに見てたんだ。でも今の表現良かった、犬の忘れ物。なんかこういうタイトルみたいだね。いいね、なんか曲ができそうだ。犬の中身掘り下げちゃう。掘り下げられないけど、歌詞大体予想するから。いいね、だからそれで、はい、まあ本当その頃からもう本当に、
まあ、それでシュガーでデビュー、はい、シュガーでデビューする時も、まあ、本当に世の中甘いのだぐらいの、もう私たちはライブでもこう結構なんだろう、もう可愛いアイドル風なトークって全然できなくて、うん、もう本当にね、世の中舐めてんのかぐらいの勢いで勢いの会話が多かったんですよ。あ、そうだったんですね、うん、そう。でもそのシュガーさんのデビュー曲になる、うん、ウェディングベル、はい、こちら2人ともね知ってて、うん、はい、知ってます、はい、でそちらの楽曲でデビューをされたっていう、デビュー、あ、最初にだよね。そうですね、はい、デビュー曲がっていうふうにお聞きしてるのでもうええー、みたいな、デビューがみたいな。1989年に、うん、その音楽活動休止されちゃったんですが、はい、その前に紅白 NHK の紅白歌合戦にも、うん、すごいですね、出演されたという経験が終わりで、いやいやいや、まあ、紅白はね、本当にリハーサルが大変なんですよね。紅白が決まってから1ヶ月ぐらいはほとんど毎週、はい、本当に週に何回かリハーサルがあって、リハーサルっていうのは自分たちの持ち歌じゃなくて、よく歌ってると後ろでみんなこんな踊ってるじゃないですか、はい、踊りの練習に行かなきゃいけないんですよ。それを結構何回もこう、あと着替え、その私たちはなんか着物かなんかにも着替えなきゃいけなくて、その早変わりとかの練習とか、そうなんですよ。だからそういうことが結構忙しくて、で実際あれ生本番だから、はい、もうあとはもうバッタバタで、だからその衣装を着替えるって言ってもそんなに楽屋の裏で着替えるなんてもう時間がなくて、もう本当に袖でもうババッともう男女もう関係なくバババってもうみんな着替えるぐらいの勢いで、うわ、うん、だからあっという間に紅白は出てるとね、あっという間に年が明けてしまいます。本当にもう準備から本番で、そうですね、すごいなんかバタバタのお話が、バタバタ、バタバタ、そうですね、事情がある、そうですね、ぜひね、また紅白皆さんも出る機会が、おっと出る機会が絶対やってきます。いた、どうしよう、怪我をさせてしまったかもしれない、あーっつって、はい、そんなね、最初にお話を聞いた時にもうどうしようかと思って、うん、はい、そうね、そう、大物すぎてと思って、大物、そんな私たちはかりんとうですから、うん、本当に、うん、本当にだから本当に中学高校の時から本当に同級生がデビューしたっていう形だったから、もう本当そのために集まったオーディション勝ち抜いて私たちグループになりましたみたいな私たちじゃなかったから、なんかふわーっとデビューして、なんか本当に文化祭の流れでおすげージュリーがいるみたいな雰囲気で、お楽しそう、今日私ちょっと沢田健さんの隣に座りたいとかね、郷ひろみさんのそばに座りたいとか、もうそのぐらいの勢いで前にテレビ出てたんで、そうで、そのウェディングベルを今度は、うん、そうですね、クミさんのクミズバンドという、はい、そうですね、クミズバンドっていうのは12月の、はい、4日に、去年ですね、アルバムを出しました、はい、こちらです。そうで今日はその中からウェディングベルをね、そうですね、はい、ウェディングベルを、はいはい、皆様にお届けしたいと思いますので、はい、まずはねお聞きいただきましょうか。そうですね、はい、聞いてください、はいはい、それではウェディングベルお聞きください。ウェディングベルからかわないでよ、ウェディングベル本気だったのよ、ウェディングベル、ウェディングベル。オルガンの音が静かに流れて、私の横を過ぎるこの人で、あなたの愛した人は初めて見たわ、私の方がちょっと綺麗みたい、そうよ、あなたと腕を組んで祭壇に上がる夢を見ていた私を、なぜなの、教会の一番後ろの
の席に一人ぼっちで座らせておいて二人の幸せ見せるなんて一言言ってもいいかな。くてばっちまいアーメン。愛の誓いは耳を塞いでるの、指輪の交換は目を閉じてるの、神父さんの柔らかな通る声が遠くに聞こえてふらつきそうだわ。そうよ、あなたから指輪を受ける日を鏡に向かう夢見ていたわ。素顔の自分に言ったの、幸せよってお化粧する子は嫌いだなんて、あの優しい目は何だったの。もう一度クミさんからねいろいろなお話を聞いていきたいと思います、うん、はい、はいはい、あの CM 中もねかりんとうのお話でねちょっと盛り上がりましたけれども、ね、かりんとう美味しいですよ。美味しいですよね。美味しいですよ、ね、なんかいろいろそうですね。であのやっぱ2016年にあったわけですよ、はい、そうですね。早かったですよね、なんか開けるのね。そうです、まあ、私はまああのジャニーズ見てる間にワンちゃん、はいはい、一緒に、そうそうそう、はい、なんですけれども2016年、うん、ちょっと今年の抱負をちょっと抱負、そう新年らしくね目標ちょっと行こうかなと思って。マジっすか。マジっすねそんなでもいや全然なんか何でもいいんですよ。こういうこと今年はやろうかなとか考えてるとか。でもさ、そんなに大きな抱負ってみんな持ってる？例えばさなんかさビル建てようとかさないよね。でも俺やっぱり一度、うん、紅白の舞台にそうですよ。あじゃあもう一回紅白出るとか。あおあでもそうでもどうかな。なんかあんまり大きいと叶わない気もするし。現実的にね。現実的にね。吉野はあるかい？そう、ね、今年。何かあるかい？わそう言われるとどうなんですかね。でもね一つすごい現実的な目標があって、はい、実はですね2015年は私はアップルパイを作ることに燃えていたんです。1年間ですか？まあまあ1年間正直言うとまあ3ヶ月か4ヶ月くらいですけど。まあそうですね。まあ後半ね2015年の後半は、はいはいはい、いや絶対美味しいアップルパイを作ろうと思ってどうしたら美味しいアップルパイが作れるのかっていうのに、はいはい、こう行き着いたら俺はリンゴが美味しくないとダメだってことに根本じゃないですか。根本だった根本だった。これはどんなに私が美味しいシナモンをやろうがなんか調合じゃなくてもともとのリンゴが美味しくなかったらどうにもなんないんだっていうことに2015年は行き着いたんですね。なるほど。でなるほど2016年は開けましたよ。開けて、はい、今年は、はい、美味しいシフォンケーキを作ろうということに今おトライを去年もちょっとトライしたんですけど、いい、ね、実はねシフォンケーキ難しいんですよ。なんでアップルパイにちょっと転向しちゃったんですけど、今年はちょっとまた戻って美味しいシフォンケーキをあれ膨らませるのがそうなんですよ。あれがキメを細かくふわっと膨らますことができるのを知ってる人がいたら教えてほしいです。その
なんかこのなんていうの、募集しますね、募集します。ふわっとこうやったらふわっとできるよっていうのをこうちょっとあの伝授というかこう伝えていただければ、いろいろ2016年はトライ、シフォンケーキトライ、そうか、最終的にはじゃあここでちょっとあのやったね、年末とかに、ええ、そう1年の成果を長いな、12ヶ月作り続けて変わってるかもしれない、またリンゴ ティラミスに変わってるかもしれない夏からティラミスに変更しましたケーキ変わってるやんみたいなまあそういうこともあるかもしれませんが、一旦ここはシフォンケーキということで極めたいと。いいね、なんかあるそういう作るって、お菓子とか、うん、なんか私一時なんだろう、うん、時が来るとクッキーにハマるんですよ。時が来ると何の時が来るの時が来るとなんかこう肩抜きクッキー、そうですね、そうです、肩抜きクッキーで、うん、なんかもういかに道具を洗う道具を増やさないで、あそう、なるほど、シンプルにでも美味しくやれるかっていう。なんか結論は出たの、それで。クックパッドにお世話になります正解。あ、ですか、正解ですか。まあ私もあのアップルパイ作ってる時に何回かクックパッド安全ですよね、もう安全パイ、安全パイ、いやでもそれじゃオリジナルが作れないと思いながら、こう心の葛藤ですよ、そこは。すごいわかりますよ、なんか心の葛藤は ねどうしたら、そう、なんか味付け、クッキーだったらなんか粉を入れれば味付くじゃないですか、そうそうそう、でもそれでなんか好きな味いろいろ増やしていこうかなぐらいですけど、そうそう、ケーキってでもクックパッド頼っちゃったらもう頼るしかなくないですか。いやでもね、そのだシフォンケーキはだから深いんですよ、はい、そのキメの細かさとか、ああ、まだ持論ですよ、まだまだやってないからね、これからだからねあのすごい一つあの、はい、お店ですごいキメの細かい、うん、あのシフォンケーキを作ってるとこあって、でそこがいろんなブルーベリーとかこうなんかいろんな味を作ってるんです、ラズベリーとか、それにすごいチャレンジしたくって、味付きのシフォン、そう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 、うん、でしかもふわふわで、なんかよくだから大体こうなんとなく作っちゃうとちょっとキメが粗くってパサッとした感じになっちゃうんだけど、しっとりしててキメが細かくてふわふわって、いや結構難しいなと。あ、ケーキ食べたーケーキ好きだよね、スイーツ系がすごい好きだよね。そう、はあ、なんか紅茶のシフォンケーキのやっぱイメージが強いから、うん、あるあるある、あんまりそういうなんだろう、ブルーベリーとかの系のイメージがないから、そうそう、だからそうね、季節は夏は夏みかんとかね、あ、絶対美味しい、あ、美味しい、そうだね絶対美味しい、まあ、うまくできたら、うん、あの送ります、いやーイエーイ嬉しい、まあ、ダメだったらティラミスでもそれもそれで全然嬉しいね嬉しい、絶対嬉しいやつ、はい、すごい、いいね、まあそうですね、まあ、まあすいません、こんな目標で全然です、はい、いい、何かを作るっていう、うん、消費側だ、え、あの普通の料理を作る方とそういうお菓子を作る方だったらどっちが好きですか、うん、なんかうまいとかではなくて、うんとね、私基本的に大根おろし以外だったら何でもやります。どうしてですか、大根おろしが大嫌いリアルなんででかくてちょっと削らなきゃいけないっていう、すごいなんか往復が、私下手なのか、だいたい大根おろしすると怪我するんですよ、え、やだ、切っちゃう、そう、こうあーってやって、あーみたいな、もうだいたいここだいたいあのもうここブチって、やだやだ、もうなんかもうもみじおろし、なんだっけ、もみじおろしみたいになってない、そう、わかなんね、お料理何でもトライはするんですけど大根おろしだけはもう本当にもう買ってきたいぐらい苦手なんです。なんでなんだろう、なんかでもあれですね、生姜とかだったらちっちゃいからなんかすぐここの腕力も使わない、でもほら今それこそ生姜とかニンニクとか売ってるじゃない、吸ってるやつ、うん、大根おろしってないんですよ、もう自分でするしかないじゃん、すごい苦手なんですよ、だからどんなに手間がかかる料理を やってもいいんだけど大根おろしだけはダメなんです。誰かにやってほしいみたいな、そうですね、誰かにやってほしいのかね、まあ、できる人がいたらもう近所の人でも来てほしいぐらいですけどそんなレベルなんですね、本当にダメなんですよ、電話して呼びたいそんな人大根おろし足りないみたいな本当にそう
大五郎氏は今年はチャレンジはしない。それはないです。ないそれは多分目標にはならない。なるほど、わかりました、はい、元気の方で。そんなね、あの今年の抱負を聞くだけで終わったんですけどそうか、告知をね、何か告知、そうそうそう、ありましたら教えていただきたいなと思うんですけれども。告知ですか、はい、そうですね、あの、まあ、去年からいろいろライブ活動もいろいろしてますんで、はい、ちょっとまだあのいろいろまだライブも今年やりますので、はい、まあ、その辺はまたあの Facebook とかそういうのでも見ていただければ、告知を載ってると思いますなんで言わないんだってあとあの YouTube に、そうですね、はい、YouTube で、あと犬へのラブレターっていうのもちょっと今やっておりまして、それもあの、はい、YouTube で犬へのラブレターっていうのを検索していただければ、ワンちゃん、飼い主からワンちゃんへ手紙を書くっていうことをやってますので、それも、それはまた別でちょっといろいろ募集してますんで、それも皆さん参加していただければと思うことでございます。はい、ぜひぜひね、このワンちゃんのね、あの CD の後ろに ね、このいらっしゃる、あの、タッキーが大好きな、タッキー大好きな、タッキーが大好きな、はい、あんこさんね、あん、お名前は、あんこさん、あんこ、あんこ、あんこ、女の子です。かわいい、そうなんですよ。だからあのドッグカフェとか行った時に、この前すごいかっこいい男の人がいて、あ、男の人、ちょっとタッキーにだった。おお、あった、そうそう、すごい、うちの犬がめっちゃ反応して、その店員さんのところにもすごい寄ってて、めんくいなんですね、わかるんだ、みたいな、わかるんですね、はい、はい、そんなお話を聞いて CM です。はい、というわけでですね、あのいろいろなお話を聞いてきましたが、はい、早いものでエンディングのお時間がやってきました。終わりです。なんかもう全然もっといっぱい話したいことがあったんですけどね。それはもうこの後、はい、スタートークで、スタートークというですね。そうなんです、はい、あのアズラジはね、生放送 で、はい、今お送りしてますが、その後にアフタートークで30分間くらいもうお好きに喋っていただけるフリーダム、はい、アフタートークご用意してます。こちらの後日 YouTube に更新されるものなので、はい、こちらまだまだ久美さんにはお付き合いをしていただければと。そうですね、もっとあの2人の話ももっといっぱい聞きたい。いやいやいや、とんでもない。もう本当にほら、私なんかね、高校中学の時からずっと音楽やっていたってね、二、はい、人はいつから音楽をやり始めたんですか。おどうしよう、久美さんの番組が始まった。番組始まった、いいですね。もっと聞いて引き出しはいっぱいあるから。わかりました、その引き出しをあのぜひこげラジの方 で、開けていけるなと思いますので、はいはい、そちらも楽しんで帰っていただければと思いますので、お付き合いをよろしくお願いします。お願いします。はい、であの先ほどあのお知らせがありました犬へのラブレターというものもですね、あの YouTube の方に映像があったりホームページもあったりとかするそうなので、本当にあの今年はね、一つライブでやりたいのは犬と一緒に聴けるライブっていうのをやりたいんですよ。いい、わー素敵。やっぱり自分も犬がいて、やっぱお散歩してて、あの公園でお散歩してたら、ここでライブやってて一緒にこう聴けたらなんかすごい幸せだなって思うじゃないですか。なんかそういうライブを今年はちょっとどっかでやってみたいなと思うので、なんかその時は皆さんぜひ犬飼ってる方は犬を連れて、で犬を好きな方も来てくれればそこで犬もと一緒に遊べたりとかするの で、うん、ちょっとそちら あのお知らせもあの Facebook とかで待ってます、うんね、はい、久美さんの今後チェックしていただければと思います。 います、はい、そして次回のアズラジなんですけれども、1月の20日でございます。ゲストにアコースティックバンド本マリオンさんの本間さんをお迎えしてお届けしようと思っております、はい、またですね、番組の感想、ニコゲーの質問、悩み相談などもお待ちしておりますので、はい、あのメールアドレスの方の、まあ、こちらの画面見ていただければ、はい、はい、画面に、ね、出てます。スクショしてください、はい、こちらに送れます。またホームページからも送れますので、はい、久美さんありがとうございます。ありがとうございます、はい、こちらもお楽しみくださいというわけで、こちらのお相手はニコケのことレイナと響きよしのと久美でした。ありがとうございました。ありがとうございます。